すか一方的にねその本人と連絡つかないだのまた匿名の県議会議員のもこととかね県議会のこ言葉とかってですねまあお前らな,ないつまでいじめ続けんねや。あの斎、ー、藤知事の選挙戦においてですね 田楓さんという方が、まあ、いわゆる選挙のお,お手伝いをしたと、まあ、あそれがですねまっ、あま、とうな証拠もなくですねその何々していれば選公職選挙違反とかねちょっともうまたこれまあデマというか余計なお世話っていうかね憶測で。 証拠もなくですね、一人の女性をまたいじめてるという状況が起こっています。でですね、あの、斉藤さんが公職選挙違反をしたかどうかについては私はわかりません。これは、えー、今の段階でわかりません。ただですよ、わからないっていうことで、調べもせずにですね、あの、斉藤さんが公職選挙違反とかですね、 あの、この、折田たさんが交渉請求違反とかっていうのは、ちょっとちゃんと調べてからやるよとしか思えないんですけど、ただ、少なくとも斎藤知事はですね、法的には問題ないという見解をわざわざ出してるわけですよね。で、僕自身もですね、見てる限り、その斉藤知事がそんなうかつなことをするわけもなく、可能性はひよ極めて低いと思います。 非常にね、あのー、クレバーで、ある賢くて、慎重な方ですから、ちょっと考えづらいですね。もう一人、その、降りたカさんに関して、なんか、自己顕示欲が強いとか、まず自己顕示欲が強いっていうことに対して、あの、自己顕示欲強いって、いいことですよ。悪いことじゃないですよ。自らが、こういうことをして、こんな素晴らしい仕事をしたんだ。 え、それを社会に発表する全然いいじゃないですか。何がいけないですかね。で、なんか承認欲求の塊。だから承認欲求もいいじゃんって。何がいけないのよ。と思いますし、その、僕は裏方に徹することなく、彼女はね、一応社長もしてるわけですから、まあ素晴らしい仕事をしました。私はこういう形で、まあ斎藤さんと、えー、一緒に仕事をして、今回、斎藤知事を、 当選に導いた。全然いいじゃないですか、そんなの。何がいけないんですか。でね、僕、ぜひとも、えー、その、この、えー、降りた楓さんに仕事を頼みたいんですよね。うん、ぜひね、ちょっとその、南淡路市の市長選挙に私、2ヶ月後にも、ね、立候補を出馬表明しています。このね、僕が降りた楓さんの戦略を読ませていただきましたけども、素晴らしいですね。 完璧ですよ。から、ぜひね、僕の選挙も手伝ってほしいなというのがあります。まあもちろん今これだけですね、まあ一方的な報道を受けてですね、まさに報道被害。あの、ちなみにですね、あの、降田楓さんはなんか関係者すら連絡がつかないというのがあったんですが、それも間違ってます。その記事が間違ってるんですよ。僕は、ええー、その、 今回の知事選の時に知り合ったね、まあ、維新の人と、今、LINE したんですよ。だからそこからそのまま僕が LINE した、折田楓さんにね、西,西、あの、南淡路市の市長選手伝ってもらえないかって連絡取れるって言ったら、それそのまま、ツクショして折田楓さんに送ってくれたら、えー、返事が来てます。つまり記事、この記事嘘なんですよ。ちゃんと、あのー、折田たさんは、 あ維新の関係者というか、維新じゃないな、えー、斎藤さんの関係者とは連絡取れてるんですよね。で、あまりにも、その会社の方に、その、ね、わけのわからない電話とか来てるわけですよね。だから、こう、ビデオ今回の件でもよくわかるでしょ降りた帰さんは何一つ悪くないですよ。もし悪いんだったら警察や選挙管理官に言えばいいじゃないですか。まあ、特に終わってからなんです、ね、あの、警察ですよね。証拠もなくね、 彼女が書いたことをだけをね、まあまあそれをしておこうとするならそれを警察に届け出ればいいじゃん。で、メディアはまたこれで、その、今回フラッシュですかなんか一方的にね、その本人と連絡つかないだの、また匿名の県議会議員のもこととか書いね、県議会のこ言葉とかってですね、まあお前らな、いつまでし、 いじめ続けるんねや。メディアもそう、ちょっとオールドメディア、テレビはしても見てないけども、あの、僕はこの県、斎藤さんに全く問題がないと思っています。それは、えー、証拠が全く出てきていないからですね。で、折田香織さんは、あの、カさんは非常に優秀なあ選挙プランナーだと思いますので、僕としては、えー、今ね、こうやってメディアに叩かれて世にもですね、誤解されてると思いますけども、あのー、 斉藤さんが失職することはまずないと私は確信していますので特に今回の選挙で斎藤知事を応援された方はあの励ましのームーブメントを起こしてあげてください降りたでは悪くないとおだって斎藤知事が自ら会見開いて法的に問題なかったないって明確に言ってるんだから、ね、それはすごく大きな証拠というかあの皆さん証拠じゃないけど証拠にもなるか。 えー、安心できる材料でしょから、えー、またメディアのね、また選挙負けた人たちの陣営、応援してる人たちの嘘に騙されないように、皆さん、織田楓さん、責めないでほしいし、逆に応援してあげてください。僕は今日の段階で織田さんは、まあ、お疲れのようで、これだけ混乱してるから仕事できない。それはその通りでしょうしかし、もしね、えー、少し元気が出て落ち着いてきたら、 えー、私の仕事を手伝ってほしいと思いますしこう押し返しましょうよこんなの。ねあのー、まあ無理に言とは言いませんとにかく僕はこれ斎藤さんを応援した人は少なくとも織田楓さんがすごいこう分かりやすい LINE とか作ってくれてましたからねあのー、感謝すべき人だと思います兵庫県民としては多くの兵庫県民としては、えー、織田楓さん、あのー なんだろう応援する、サポートするのが僕は筋だと思います。ということでね、えー、織田楓さん、ぜひね、負けないでください、そして、あのー、できれば、私の仕事お、一緒に仕事していただければ幸いです、まあ、とにかくね、もう本当に、えー、この斎藤さんの陣営はちょっとかなり脆弱だったなとうんで、弁護士さんもちゃんと、これもし弁護士さんがね、 昨日僕は取材、複数回取材した話が事実であ,あれば、リーガルチェックをした上でブログを出しているってうのであれば、もう小原さん曰く、もうそれはもう懲戒処分ものだとお怒りになるぐらいに、まあべんまあ、選挙のことを本当にし知らない弁護士からとしか思えないですよね、申し訳ないけど、本当にこれは申し訳ない。これはもう、あれですよ、うん、まあ、結局ねで、事故の聞きたいを見てもね、本当に、まあ、僕だったら削除させてごめんなさいして、事実関係説明するよね。うん でそれで早々となるべく鎮火させるっていう方向に持っていくけど、うんまあ、そこの事後対応も大失敗してるよ、はっきり言って。うん、もう、都知事選とかさ、あのー、参院選の東京選挙区とか、あのーね、大阪とコースの時もそうだったけど、大型選挙、メディアが注目する大選挙っていうのはね、あのやっぱり情報戦もあるんですよ、そこも組の戦いだからさ、メディアも含めて巻き込みであれなんで。申し訳ないんだけどこれ 今、織田さんの顧問弁護士さんとか、あのその自民党系のね、そういう面倒見てたっていう弁護士さんには申し訳ないんだけど、多分あなた方は、た分こういう超大型選挙とか、あるいは事後のこういう情報戦も含めて、マスコミのこういうやばい情報戦も含めて、多分ご対応された経験はあまりないのではないでしょうか。だから大変申し訳ないんですが、もちろん弁護士さんってね、すごくすごい方ですよ、尊敬しますよ、司法試験通るぐらいだから。 だけど、やっぱり弁護士さんっていっても、そ,のそれぞれの得意、不得意、あるいはあのやっぱり案件ごとの,その経験分野ってあって、やっぱりこういう超大型選挙って、多分兵庫県のここ最近なかったメディア大選挙だと思うんですよね。だからこうなると、やっぱりね、こういうあのなんか戦える弁護士さんに、まあ、むしろ例えば、あのサポートね、ちょっと助言を求めるとか、うん、そういうひ、い、ま、つ、あ、も広中さんとか五原さんぐらいの、まあ、 戦闘力のある、あのけ、経験値のある弁護士さんにちょっと助言を仰ぐとか、でもした方がいいんじゃないかなって気はしますけどね。あの、とにかく大丈夫ですと。あの、弁護士が言ってるから大丈夫ですと言っちゃってるところに危ないんだよ。そこが。だいくらでもゴールポストを動かしてくるからね。特捜部は。本当に。いくらでもゴールポストを動かしてくる。だから政治案件はやばいんだよ。本当に。だから、あのー、もう、 織田さんは申し訳ないけど、いろいろあったと思うけど、まあやっぱりちょっとね、承認欲求に負けちゃったんだよ。で、あと本当かどうか知らないよ、これは裏取ってないから、こういう話も聞いたってことで、一つの情報です。あの本当じゃなかったら反応してほしいんだけど、結局、これを出したのは、立花さんが斎、あのー、藤さんの選挙を勝たせた第一訓功みたいな、第一訓功みたいなね、立花さんがいたから、斎藤さんが勝ったっていう、この。 ふうに、まあ一般的に評価されてることが気に食わなかったから、それもあったっていうふうに、なんか言ってるかと思います。はっきり言って。まあこれは本当かどうかわかりません。が、それはそれであれば、それは本当に違うよ。それはちょっと、もしそれであれば、まあでも全般的に謙虚じゃないと思う。本当に。それは、もしそれが事実じゃなかったとしても、さ斉藤さんの、あの、あの、まあ選挙をなんで勝ったって言ったら、申し訳ないけど、折田さんが言って、 てるね、いろんなブランドイメージを統一するとかさ、あそこ書いてることは別にどこの GM をちゃんとしたプランナーと入れてるとこだったらどこもやっとるよ、はっきり言って。申し訳ないけど、うん。で、斉藤さん自身も特に際立った SNS 発信してっていうものでもないですね。どちらかというと、だから斉藤さん自身が本当にぶれなくて、うん、要するに、僕とつなまでに、すごいある意味、発信とか含めて不器用だよね。だから <laughs>、その不器用な部分で、苦手な部分は、橘さんが補ってあまりある。 絶大な効果を出したというところじゃないですか立橘さんがいたからやっぱり勝ったのこれは誰見だってそうじゃないですかうん。だからまあ正直ねいろいろ頑張ったのに何とか気に食わないっていうのはあったかもしれないよそれはまあそういうい一部で言って話がね僕に聞いた話がね、立橘さんがその一番勝利の手柄っていう形になって MVP 扱いされてるのが気に食わないっていう風にね、えー、もし事実で なかったとしても、なかったとしても、まあ、もしそう,いうふうそういう話が出るってことは、なんとなくそういうようなふうに思われてたんじゃないの、うん。だから、もしそう思ってるんだったら、わざわざやっぱり謙虚にやるべきだよ、謙虚に。だって、トランプさんのこういう裏方やってた女性、あのスーザーなんとかさんっておばさんおるやん。あの人、もうずっとこの8年間、表出てこなかったんだよ、私も最近知ったぐらいだよ、本当に。 あ,ああいう裏方をきちんとやる人ト、トランプさんがすごく信頼してる人っていうのは、ああいう人ってずっと出てこなかったじゃん。まあ、やっと今回、政府の、ね、役職に起用されるから初めて表に出てきたんですけど、本当知る人ぞ知る存在、まあ、渡さんなんかはたぶとっくにしてたんだろうけどあの、要するに裏方って基本出てこないんだよ、本当に。アメリカのように選挙制度が自由なとこですら出てこないわけだから、うん。う黒子は黒子に徹さなきゃだめよ、本当に。でもし あえてアドバイスするとね、アドバイスすると、僕も選挙の、ね、裏方やってきて、まあ、ちょっと、ね、少し、あのー、そういう政治活動の、あのーね、ところのサポートとかで、まあ、もし、例えば、ね、アピールしたいなと思ってあれば、あの例えば少しずつ言っていくこところですよ。小、あのー、田さんがどうするべきだったかというと、あんなブログ書いて罰を出すんじゃなくて、まあ、まずは捜査本部解散するのを待ちます。で、まあ、事後に選挙が、 あのーまあ、選挙の裏方、なんで勝ったのかってこと、しょまあ、取材が入るじゃないですかで、最初はいきなり名前出すんじゃなくて、匿名で、まあ、あの取材を応じるとかね、であと少,少しずつ露出しておく、で、まあ、年明けぐらいから、まあ、捜査本部が解散した後ぐらいから、あのなんか、まずは業界、業界のね、あのー、例えば選挙関係者とか、あるいは選挙に興味を持っているマ,マーケティング関係者の方のうちの勉強会から少しずつアピールしていくね。 あのそういうところから、まあ、企業の,その広報の人とか集まってる勉強会あるじゃないですか、ああいうとことか。まあ、彼女はそういうある種、そういう講師なんかどうしてやってるってでしょ,あちょ、いろんなところで自治体もやってるわけだから、まあ、絶対そういう人脈があるはずだよ。そういううまずうちはの勉強会をからやっとくべきだったんじゃないのうん。で、まずは最初、知る人と知る存在からやっていくって。だからいきなりな、な私やりました、デーンってね、もうザ・キラキラ広報女子、女子広報そのもんやん。 もう本当になんか一瞬、サイバーエージェントの出身じゃないかっていう情報まで乱れ飛んでさ、私はそういう話も聞いたからえ、本当かなと思って、まあ、なんかどうやら違うらしいんですけど、本当にね、やっぱり他のキラキラ広報上司も、これ、一般案件でも、これ、本当にあの多山の意思ですべき案件ですよ、本当に、うん、兵庫県知事選挙、斎藤元彦さん、ご当選おめでとうございます。 はい。え、斎藤元彦陣営の SNS の管理をされていた、えー、折田薫さんが炎上しています。えー、これについてお話をしたいと思いますが、まず結論。違法かどうかというのはすぐにはわかりませんが、えー、公職選挙法違反を疑われてもしかの、しかのない状況だと思います。 はい、えー、兵庫県知事選挙でですね、えー、まあ、SNS マーケティングを手が、手がけた折田香織さん、えー、非常にね、まあ、炎上されておられます。はい。まあ、結論はね、あの、冒頭に述べた通りなんですけれど、まあせっかくですね、あの、こういう機会なので、えー、まあ、皆さんにもですね、えー、ちょっとこの件に関して、まぁ、いろいろとね、あの、皆さんにとっても手がかりというかね、まあ、調べる対象などもお伝えできればと思います。まあ、最後ね、あの、公職選挙 選挙法の、まあ、改正公職選挙法ガイドラインなども、えー、お伝えしたいと思います。で、まずですね、ちょっとこちらをね、あのえー、見ていただければと思います。えー、こちらですね、あの選挙 .com のですね、えーまあ 運動員買収に関するですね、まあページになります。えー、選挙プランナーのね、あの、まあ松田薫さん、あの、まあご高名な方でございますが、運動員買収の、まあ、あの解説を、まあ、されておられます。ということで、ちょっとね、あの、こちらのページを紹介させていただきたいんですけれど、まあ、あの、はい、まあちょっとあの、あまりね、あの、ページを出しすぎてもと思いますので、えー まあちょっと、ポイントとなるところだけですね、まあお伝えさせていただければと思います。あの、いや、まあちょっとね、あの、本当に公職選挙法ってね、あの、すごいややこしいんですよね。ちょっと難しすぎて、やっぱり、あの、改正はしなきゃいけないなと思います。で、ちょっとポイントはここですよね。はい。まあ少なくとも私はここだと思っております。えー、ここですね、あの、選挙運動を手伝う人は原則としてボランティアでなければ、まあならないのですということで、 まあ正直ね、あの、うん、まあ最近はもうね、あの、まあ松田薫さんをはじめとして選挙プランナーっていうですね、まあ職業も、あの、まあ確立されているわけですので、やっぱりね、あの、この公職選挙法、現状のままでは、まあいけないだろうということでございます。まあでもとりあえずね、現状こういうものがあるわけでございますので、まあちょっとね、あのそこは、 ま、そのルールを踏まえた上でですね、やっぱり選挙運動はね、まあ、していかなきゃいけないのかなと思います。で、あの、で、今回の場合ですね、まあ、ちょっと後で紹介しようと思ったんですけど、先に言っておくとですね、この折田薫さんがですね、まあ、あの、まあ、書かれたブログなんですけれど、はい、えー、ちょっとま、順番前後しましたね。はい、まあ、なぜ炎上しているのかっていうのがですね、まあ、こちらにあるわけですね。折田薫さんのね、あの、まあ、X の えー、ポストなんですけれど、はい、ここ1ヶ月半、えー、すごい経験をさせていただいたので、ノートの記事にまとめて残すことにしました、ということでですね。まあ、斎藤元彦知事頑張れよ。斎藤、 斎藤元知事頑張れよ。斎藤元彦知事頑張れにということで。まあ、ちょっと正直私ね、あの、このハッシュタグってあんま見なかったんですよね。兵庫県の躍動を止めないだったかな。まあ、そっちの方が、まあ、有名だったかもしれません。まあ、とにかくね、あの、今回、この折田さんがですね、えー、まあ、自分の手法をですね、あの、一気にですね、えー、まあ、 ノート、記事でですね、まあ公開をされているんですよね。まあそれで、いろいろとですね、まあツッコミが、まあ入ったということで、えー、11月20日のね、午前9時15分に、まあ投稿されて、まあ2日ちょい経ってるのかな。えー、それでもう今713万ビューになっております。で、えー、まあこ、これに関してですね、あの、まあさすが新田哲司さん。 鉄文さんだったかなはい。えー、が、まあ、投稿されておりまして、えー、はい。 こちらですよね。まあちょっと読み上げますね、そのまま。えー、斎藤さんの候補を仕切っていたとかいうお姉さんは選挙終わって間もないのにノートに大々的にクリエイティブあれこれ内幕を書いちゃうのは長田町の、えー、裏方界隈騒然必死やな悪い意味で、えー、実際物議かもし始めてる、えー、企業候補のプロなのかもしれないが、政治や選挙の常識に反して良くも悪くも長田町的には素人じゃないか、えー、過去にも製作物作るとかの経験はあったかもしれない がプロジェクト成功直後に見て見てと言わんばかりのキラキラ広報女子ぶりは同業の嫉妬はもちろん他人へからの予想外の嫌がらせ警察当局の調べも入るやろうし何より斎藤さんに迷惑かけるんじゃないか負けて落ちむしゃがりに合うような世界勝ったら勝ったで獅子類々の戦場を悠々と引き上げるにも残党はいたりする人も亡くなって問題になっていたことを忘れてキラキラ広報女子ぶりを見せられたらやばいんじゃないかな裏方の のしがともやってきた身として忠告だけしておきます。えー、ノートももう魚拓したけど、わらということでね。あの書いて、えー、あります。はい、まあさすがですね。三田哲文さんですよね。えー、まあこのすいません。ちょっとポストがいつだったかな。えっ、ー、とね。はいえー、21日の午前6時58分にね。あのまあ、書かれて、えー、おります。まあ、ちょっとリップもですね。あのなかなかえー。はい いろいろとね、まあ、ついておりますが、さすが新田さんと思います。はい、あとですね、朝比奈秀則さんのコメントも紹介させていただきます。あの、すみません、私、朝比奈さん、あまり存じ上げてないんですが、まあ、今回のね、斎藤元彦さんの選挙においては、もうあの相当ご尽力をされたと。 聞いております。はい。選挙のことはもう書かないようにしてましたが、SNS により斎藤知事が当選した。これは違います。斎藤候補がしっかり地道に選挙活動した結果、有権者に気持ちが伝わってきて、SNS も見るようになり、投票行動につながったということです。それが集まり、ビッグウェーブが起こりました。この流れです。ということですね。はい。 はい。で、ちょっと紹介したかったのがこちらですね。えー、ニさん。えー、本県長田町切手の選挙参謀を複数から危ぶむ声が届いた。みんな知ってる人もいるし、全く表に出ない人も、とにかく一度消した方がいいと思います。斎藤さんの奇跡をリスペクトするからこそっていうか、朝比奈さん止めなかったのかな、点点点ということですね。はい。で、まあちょっとどういうですね、あの、ツッコミがあるのかというとですね、まあ 代表的なところ、えー、久世隆弘さんですね。はい、えー。犬山市議会議員の方です。えー、恐ろしいことが書いてある選挙のための業務としてハッシュタグを広めたりしていた場合、その報酬は買収となるわけですが、大丈夫でしょうかということで、まあ、288.6万件ビューということで、えーまあの 11月21日の,、ね、あの午後2時31分の投稿になります。はい。まあ他にもですね、あの、もうとにかく今、この折田さんのね、あの、まあ、記事に関して、まあいろいろとね、あの、まあ、コメントが寄せられております。特にですね、ノートの記事が、あの、まあ変えられてるんですよね。えー、そういったところもですね、あの、はい。 もうまあ、ど,どこがどう変わったとかですね、突っ込み受けてここかいか改変したんだとかいうのもね、もうすでに、えーまあ、追記をされている状態でございます。ちょっと冒頭紹介した松田薫さんのコメント、重いですね。公選法抜本的に改正してほしいですね。<laughs> 事前運動にしても運動員買収にしても分かりにくいし、時代遅れということで。 まあ本当にね、おっしゃる通りですよね。はい。ということで、まああの、まあこの件に関してもですね、私にまあいろいろとね、まあ意見寄せられておりますので、あの、まあ私なりのですね、まあ現時点で言えることをまあお伝えをさせていただきました。